それから右上の方の濃いピンクのところにもカンブリア紀って書いてあります。ここに陳列してあるのはカンブリア紀の生き物化石です。日立では化石はまだ出てないので、これらの化石は皆世界のあちこちで出たものを集めています。特に見ていただきたいのはこのアノマロカリスっていう化石です。矢印の先のところにちょっと茶色くこうなったところがあるんですが、それがアノマロカリスの触手の部分の化石です。アノマロカリスというのはカンブリア紀の時代に一番強かった最強の生き物です。まあ、エビカニの仲間、節足動物っていうんですが、エビカニの仲間になりまして、1メートルとか2メートルの大きさになりまして、他のものをバリバリ食べていたというふうに考えられています。こういうものがカンブリア紀の海の中を泳ぎ回っていたということになります。カンブリア紀の時代の生き物の中で特に重要なのがピカイアっていう生き物がいます。これはお魚の先祖、脊椎動物の先祖なので、これらが進化して哺乳類になって最後は人になるという、そういう生き物になります。こういう生き物がカンブリア紀に既に出ているということですね。これらは全部5億年前の岩石です。日本最古の地層の岩石になります。一番こちら手前にあるのが変成花崗岩といいまして、5億年昔の花崗岩になります。現在非常に複雑なこう凹凸をしていてですね、長い歴史を感じさせるものです。全体は変成岩になっているんですけども、特にこれを見ると地層であるっていうのがよくわかると思うんですね。こうしましまになっています。でこの5億年の地層はですね、火山岩の地層なので火山灰がこう積もった地層になってるんですね。それでこういうしましまになっています。これはまあ完全に変成岩になっているので、ちょっとしましまが、ちょっと流れているような感じで見えてますけども、こちらの岩石に来るとよくもっとよく分かって、元の火山灰が積もったという状況がよく分かる岩石になります。ぜひ触って見ていただきたいというふうに思います。特にあの飾ってあるものもいろいろそのさまざまなですね、カンブリア紀から時代のこう載せてあの展示されてますんで、これ素晴らしいなと今あのつくづく感心して見て回ったりとかです。今5億6千万年前でケーブルテレビで放映してた。でこの全体を見てもらってですね、地球の歴史っていうのは非常に長いんだという非常に大きなロマンを持っているということを見てもらいながら、地球の環境、地球を大事にしようという心を育ててもらえればというふうに思っています。